どうかしたの？今何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。あ、本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか。オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知るがいい。大丈夫かい？余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。
ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ、君の名前は。私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うことだ。大丈夫か、二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。え？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん、当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする、キリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ。だったらせっかく目的地が同じなんだから。なんだ、一緒にザッカリア行かないか。私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。なあ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ？余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。ムカつくが、ここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。
あの人どうしたんだろう。倒れた。助けないと。急ぐぞ。うん。大丈夫ですか。ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかったから。一体なぜそんなことになったんですか。どうしても行かなければならない場所があってね。遠出になることは覚悟していたが、気づいたら体力も限界で、ご覧のありさまというわけだ。そこまで無理をするなんて。一体どこを目指していたんですか。昔花畑として使われていた場所だよ。では誰かに渡すために。ああ、娘が結婚するんだ。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。そんな時にたまたま昔に放棄された花畑の話を聞いて、こうして取りに来たわけだ。だとしても無茶しすぎですよ。そうだね、昔からそうなんだ。まったく父親失格だね。娘にも怒られてしまうよ。いや、確かに心配はするでしょうけど。そんなことはない。あなたの考えを知れば。メディナ。そうかな、だといいんだが。とにかく家に戻った方がいいですよ。いや、だ、花畑を見つけるまでは帰れないよ。しかし、花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花を摘んでまっすぐ帰るだけだ。だったら僕たちも一緒に。気にするな、君たちにも目指すべき場所があるんだろ。ありがたいが、それを邪魔するわけにはいかないよ。わかりました。街道からそれないように気をつけて。ああ、ありがとう。大丈夫だよね。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう。うん、そうだね。はい。この近くで50歳くらいの男の人を見かけませんでしたか。もしかしてさっきのおじさんのことかな。見かけたんですね。ええ、ついさっきのことなんですけど。やっぱり花を探すために。父さん。それじゃあなたは。はい、娘です。父さんを探してここまで来たんです。花畑を目指していると思って急いで来たんですが。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。確かに距離はそう遠くありません。ですが花畑そのものに問題があるんです。一体どういうことです。その花畑は人里から距離があるため、獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いています。多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなので。すで、大変だ。追いかけて引き止めないと。うん、今なら獣に襲われる前に追いつけるかもしれない。しかしそんな危険なことに見ず知らずの方を巻き込むなんて。問題ない、私たちは剣士だ。メディナ、手伝ってくれるのか。もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。なあ、ありがとうメディナ。ムカつく、なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。
君と一緒な行くぞ。終わったね。終わったな。